とうございます。4時35分です。ミッドナイト競輪明けなんで全く寝てないですけども頑張りたいと思います。スルバイ佐藤、はい、大津直樹の鶴梅薩摩パート5ということですね。皆さんおはようございます。8月の11日ミッドナイト競輪明けで今日は釣りロケにやってまいりました。現在の時刻は朝5時30分でございます。眠たくない、やる気、元気、直樹ということですね。今日も頑張っていきたいと思いますけれども、今日は九十九島周辺でチヌを狙いたいと思います。そしてですね、今回も長崎支部から強力な助っ人の方にお越しいただきました。早速ご紹介したいと思います。こちらの方です。おはようございます。今日は後田康成選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、朝早くから。あ、いえ、全然。ありがとうございます。はい、後田さんは釣りの方はいかがですか？結構好きです。結構好き、はい。あ、釣り歴もじゃあ結構長い感じですか？そうですね、はい。あ、でも最近してないんですけど。最近してない最近してないんですか？はい。でもあの昔は結構じゃあ。そうですね、はい。前回ちょっとあの江口選手にお越しいただいたんですけども、坊主になっちゃったんで。ああ、そうですか。今日のじゃあちょっと意気込みを後田さんお願いします。もう前回よりは釣りたいと思います。はい。そしてあの平尾さんも見てるかと思いますので、平尾さんにもちょっともう一言お願いできますか？平尾さんに頑張って釣ります。はい、今日は後田さんと一緒に釣りに行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あー、いい。このイザ落ちた時にどうする？これ斜めかかってる。あれ、いや、このさ、アシンメトリーみたいになってますよ、これ。大丈夫なの？大丈夫。戦闘モードになってますから。はい、結構バシバシしてます。鈴木、この間ムニエルにしたらめっちゃ美味しかった。ムニエルじゃない、アクアパッツァや。アクアパッツァ、そう。さあ今回もですね、大丈夫今、はい。さあ今回もですね、鶴梅佐世保ご協力いただきますのはシーズナルの森下船長です。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。もう鶴梅佐世保ではおなじみの3回目ですよ、ね、ありがとうございます。今日も相変わらず花並びがいいっていうことでね綺麗な歯と爽やかな笑顔、そしてこの広大な自然、まさにもう森下さんにぴったりかなと思うんですけれども今回は何を釣らせてくれるんでしょうか？今回クロダイをメインに、はいはい、トップウォーターで狙っていこうと思うんですけど。トップウォーター、はい、あの水面でパシャパシャしながら釣っていきます。ほう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 。それまたあのルアーみたいな感じ で、はい、で水面をこう泳がせるんですか？はい、でそれにこうパシャッと、はい、へー。今までちょっとあの釣ってきたスズキだとか、はい、イカとかとはまた違うような感触が。うん、そうですね、あの、はい、食べてくるのが目で見えるんですごい面白いと思います。あ、実際にこのルアーに食いつく様が見える。はい、へえ。今どれぐらいの方が上がってるんですか？今クロダイはやっぱ大きいですね。大体やっぱ40超えてくるようなのばっかり。40センチオーバー、はい、でこの時期も結構今だいぶ釣れてる感じですか？そうですね、あのたくさん見えると思いますじゃあ今日はそのクロダイをメインに釣っていきたいと思いますので、はい、一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、大丈夫です。軽く巻くだけで、はい、下で浮かしたい。少し日が昇り始めてるぐらいかな。さっきね、魚ピョンって跳ねましたもんね。ネットの中は揺れてるですね。揺れる、今日すごい揺れる。
うわ、すごい、あの波が。え、大丈夫？すごい。あそこに向かって、あれ、何があるんですか？はい、いや、浅くなってる。あ、びっくりした。あまり巻いちゃダメ。あそこは魚跳ねてますね、前の。このなんか朝焼けと後ろ田さんが非常に絵になりますね。顔で動かす。こういう感じで。おお、来ましたよ。ほら、あ、バレた。ああ、今の何？続きです。ああ、バラした。一発目ねえ、見ました？誰も答えてない。うわあ、幸先の悪いスタート。今来ましたね、バイトが。はい、竿を動かしながら、竿を動かしながら、ゆっくり巻いて。これがポイントらしいです。竿を動かしながらゆっくり巻く。はい。動いてきてると。はい。おお、はい。めっちゃいる。すごいいる。あれ鈴木ですか全部？鈴木です。鈴木とかいろいろ、あの。はい、クロダイとか、はい、あとはあの今夏だとダツとか。ダツ、はい、いや、これはもう朝から爆笑の予感ですね。朝だけなんです。朝だけ、朝だけ。じゃあここで、あ、見えなくちゃいけない。ちょっと移動しましょうか。おお、それ？あ、本当だ。それ、それイワシ。何してるの？クルーサーでいいの。何年か前は岸和田で後ろ田さんでね、はい、何回か撮らせてもらってるんです。はい、はい、おーし、今ね完全にあれですよ。おお、ああいう風に、ああいう風にびっくりするやん、そんなあんな感じか。あそこで命の戦いが。ここだ、ここだ、これ来るよ。もう見えたもん、今、魚が。あそこね。ほら、ほら、ほら、ほら。踊らして。踊らして。ダンシン。ダンシン。ほら、ほら。ほら、ほら、ほら。来いよ、来いよ。お、ほら。もう僕のルアーの周りにはいますよ、完全に。こんな感じ。合わせるの難しいですね。お、
出てるよ、出てるよ。あの辺りやろう。マックスピードってこれぐらいでいいんですよ。大丈夫です。おー、出た。お、竿が止まってる、止まってる。あ、そう、そう。うん？よし。すごいおるんだよ、魚は。来たよ。落ち着いて。来た。鈴木だ。釣れた。釣れました。おい。釣れた。やりました。本日最初、あ、でももうめちゃくちゃ今魚がね来てるんで、このチャンスにいっぱい釣りたいと思います。まずは鈴木、釣り始めて22分、今日は幸先がいい、釣れる気がする。直行、頑張ります。ありがとうございます。ほら、これで今日もこれでもう坊主逃れですよ。なんか前回ほどの鈴木のタイムじゃないじゃないですか、はい、だからあんまりなんか、おー、来た、後ろさん来た、後ろさんヒット。おー、いけいけ、大きい。あー、これ倒ください。大きい大きい。おー、あめあめ、やりました。平尾さん、やりました。釣れました。鈴木ゲット、おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱこの時間帯なんですか今。はい、これを逃すと夏場は朝だけです。はい、まあ、日が昇るとちょっとや釣り方が変わってくるんですけど、はい、結構難しくなるんですよね。あ、はい、何時、はい、では、壁とか岩場とかのそういう、来た来た来た、うい、よし、よし、外れた。なんで鈴木、外れた。あとね、だよ、これ来るよ、もう。これは来るよ、絶対来るよ。来た。あ、あ、あ、なんなん。ほら、おるよね。坊主だけは、あ、ありがとうございます。結構引きありました。ありました、ありました。重そうでしたもんね、あれね。やっぱ楽しいですね。釣れた。楽しい、釣れたら楽しい。おー、よーし。今、引き波してます。これね、僕と比較してもらいたいんですけど、全然後ろ田さんブレないんですよ、やっぱり。体幹がしっかりしてるからが。跳ねてるけどな、魚結構。今跳ねたね、あそこ。今ルアーに出ましたよ。
私の、はい、ねえ、来た来た、はい来た、離れた。なんで、ね、今来たのにね。くそ、今日もう3回バランス取る、すでに。優しく動かして、バシャってすると良くないです。動かして一つ、動かして一つ。おお、じゃない。お待ちください。また入れます。あ。ゆっくり。はい、動かして。そうそう。動かして。ここからゆっくり、ここからゆっくり、はい。アクションしてください。もう一度ポールに向かって投げます。はい、また動きまーす。あ、来た、来た、来た。お、来た。お、あ、外れた。あ。ああ。じゃあ左側どうぞ、おじさんの方に。外れた。どうぞ。そう。ああ、浅いよね。ここに黒鯛がいる。はい。今の黒鯛、はい、黒鯛ですって。
またお父さんに怒られるパターンですよ。あいつは下手だっつって。難しい。山彦道路ですか。ああ、そうですね。今、うん、あの道で来たから。ここからですから、後ろ田さんのもう勝負強さ。はい。これもちょっと見せていただきたいなと思いますね。お願いします。はい、お願いします。つるばい佐世保なんだから。釣らなかったら困るだろ。まるで顎みたいですね。飛び魚みたいなね。そんな面白いこと言えないよ。パーフェクトフィンガーとか。おお。石破さん、開始から3時間半ですよ。ねえ、6時ぐらいにおーっと釣りまして、なかなかこう。あたりがね、そうですね。ほい、あでもやっぱ多いですね。魚釣りしてる人が多いですね。そうね、なんでその競輪選手目指したんですか。ああ、それもね、競輪場に行ってたから。あ、ご自身がですか。親が、はい、で かけに行って、はい、それを、ね、一緒に見てて。なんか面白いなと思ってて、はい、高校で自転車部に入ったんで。それはたまたまその自転車部があった高校だったのか、もともとその自転車部があるからそこに行ったんですか。まあたまたまですね。でも自転車は好きで、はい、中学校の頃友達が好きな、はい、子がいたんですよ。なんか自転車でずっと山登り行ったりしてて、その子と高校一緒になったんで、はい、2人で自転車も入ろうってなって入って、でも先に、はい、向こうは辞めたんですけど。あ、そうなんですか。途中ででも後ろ田さんはやっぱもうのめり込んでっていう。そうですね。そこでもうプロでも行けるみたいな、なんとなく自分の中で感覚ってあったんですか。まあ、できるかなという感じだったんですけど、でも結構選手になるまでかかりました、時間は。ああ、何度か7回受けて。あ、そうなんですか、はい、それでもやっぱそれだけ競輪選手になりたいっていう。まあ、なれるかなって感じで。でもだって途中でね、心折れたりっていうか、まあもういいかなみたいな感じで気持ちが折れたりとかすることとかも。それはあんまりなかったですね。フィッシング。愛する娘のためにお父様やりますよ。おるよおるよ。一気に目が覚めましたよ。浅いところで動かして飲みます。はい、また動かして反応見ます。で、もわんって周りでしたりすると、はそこからゆっくりしていっている。逆にああいうところずっとこう動かしてきて、はい、今いやもう茶色いところ過ぎたんで深くなってます、はい、では深いところでいくら誘ってもいないところなんで、はい、深いところで止めて動かしててしても意味がないです。なんでイクラダイがいそうなところを過ぎたら、要は水深が深くなってしまったら、あと回収していいんです。へえ、もう回収していいんだ。はい、あとはもうここ水深が深いんで、はい、水深が深いところはもうクロダイいたとしても気づきません。あ、はい、何しか浅いところ。そうです。なのでなるべく浅いところで。ルアーの番手についてた、こうやってこうルアーがここだとしたらもうクロダイ、ここだからもうこれちょっと待たなって言ってたけど、
でもこう、堤さんこうやってこう行っちゃったから、もう話してこう行って、止まったら惜しい。開始からおよそ4時間、初めてスズキを釣って今日の本命チヌを釣り上げました。結構な大きさではないでしょうか。はい、いいサイズです。いいサイズ、なかなかなサイズ持っていかれましたけれども、ちょっとだけルアーのコツが分かった気がします。この調子で頑張ります。ありがとうございます。お、来ましたよ。コツがつかめてきた。ルアーのコツが。後ろさん、緩急ですわ。ちょっとさっきよりは小ぶりかなと思いますけれども、はい、今日2匹目のクロダイです。引きが楽しい。はい、釣れました。死ぬ。やっと5時間半です。だいぶかかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。すげえ、綺麗な色してる。やっぱり引き強いですね。ねえ。次の19日かな、竹をでね、山崎さん今6連勝中なんで、チャンスですね。どうですか、後ろ田さんから見て9連勝の可能性とかっていうのは。いや、あるんじゃないですか。十分、はい、この前見てないと強かったです。そうですね、あれあんだけ後ろ離してっていうね。一周は結構もう無理かなと思ったんですけど。あ、そうですね、あの外を通ってね、すぐは飛びますね。あ、平尾さんがなんかね、10年に1人の逸材みたいな感じでおっしゃってたんですけど、そのあたりってどう感じますか。そう思います。先の、ね、すごい、ねえ、まあ、このまま山崎選手とかも上がっていったら
連携とかも連携してみたいですけど、はい、なんかそこでもう素通りしていくじゃないですか。 あの連携する間もなくですか。S 級まで S 級に。でもやっぱりああいう後輩が出てくるとどうですか、先輩としてもかなり刺激に。あ、なりますね。そうね、みんな普通の素晴らしいの選手が勝ってると思います。あ、でも練習も、はい、強いんで、はい、一緒にしてると、うん、だから少しは強くなってると思います。まあ、確かにあの特にあの、ね、お弟子さんとか取られた方がグンとこう強くなってとかっていうのね。 ありますね。結構ありますもんね。まああの瀬戸兄弟も楽しみですしね。そうですね、瀬戸も強いですね。でまた一段とあの井上雅樹さんもまだちょっと最近ね、上位戦線で新人の提供。あやっぱ平崎健人選手とかね、いろいろ。この砂浜からのチヌが全く釣れる気配がない。ない。釣れるんですか。わかんない。釣れるのかな、これ。魚がよっ、あー気持ちいい、すごい気持ちいい。気持ちのいい青空が広がっております。2017年8月11日山の日、そして明日はうちのおかんの誕生日、8月12日でございます。今日はね、もういっぱいクロダイも釣れたんで、こんないい天気泳がないなんて損じゃないか。冷たい。後ろさん、後ろさん、飛びますか。佐世保競輪場次回の本場開催は9月3日から F1 ナイター九十九島波カップ第2回でございます。こうご期待。バイバイ。鶴舞佐世保パート5終了いたしました。今回はチヌを狙いに行ったんですが、結果的にはチヌが3匹、さらには鈴木が2匹という超過になりました。今回は後ろの選手に、ね、ご同行いただいたんですけども、久々の釣りはいかがでございましたか。いや、もうとっても楽しかったです。今もまだなお腕にこうチヌの引きが残っているかと思うんですが。そうですね、はい、もう 強い引きで、これを機にちょっとまたぜひご一緒させていただければと思います。はい、そして、まあ、あの今後に向けてでも結構ですし、あの番組をご覧の皆様に一言メッセージをお願いします。これからも佐世保競輪頑張っていくんで、これからもよろしくお願いします。ご愛情お願いします。ということで本日のゲストは前田選手でした。後ろ田だよ。